今回2024年の最新ぶっ飛びアイアン特集、はい、打感が硬い感じ、弾く感じっていうのがそこまで強いわけじゃなかったですね。これも今手応えすごい良かったです。アイアンの弾道じゃないみたいです。確かに。ニキ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 チャンネル、田園調布店の飯田です。よろしくお願いします。開閉店の黒沢です。よろしくお願いします。はい、今日はこちらです。今日はドン。今回2024年の最新ぶっ飛びアイアン特集、はい、ぶっ飛びアイアン、飛び系のアイアンですね。はい、もうどんだけ飛ばすんだっていうぐらい今日は飛ばして、もらいたいと思います。頑張るな。今回はこの3社、スーパーエッグ2024年モデルプロギア、はい、とブリヂストン、はい、245MAX、はい、とこちらはヨネックス2024年モデルのイーゾン GT、 はい、こちらの3つを、はい、打っていただきたいと思いますので、はい、今日は185、そんなにいくかどうかわからないんですけど、はい、じゃあ黒沢さんに打っていただきます。はい、はい、試してみます。はい、ではね、試打場に早速やってきましたけど、はいはい、黒沢さんに、今回3球の、はい、まあ、ベストショットの平均を、いいやつ選んで、そうですね、選んで、はい、取ってきますので、はいはい、でスペックですね、はい、まずブリヂストンの245MAX アイアンの7番アイアン、はい、ロフトは27度、27度です、はい、シャフトはバンキッシュ BS4MAX っていうんですね、はい、のレギュラーシャフトになります。長さが 37.5インチ、ちょっと長めですね。ちょっと長めですかね。はい、はい、ちなみに僕は大体ドライバーのヘッドスピードが43ぐらい、アイアンの距離は7番アイアンでロフト30度のアイアンで、うんうん、この計測器でキャリーで150から55ヤードぐらいだと思います。キャリーでそれぐらいとかですね。はいはい、はいはい、分かりました。それをちょっと踏まえて、そうですね、どのぐらい飛ぶのか。そうですね、はい、ぶっ飛びですからね。はい、じゃあお願いします。はい、はい、じゃあ行ってみます。はい、どうですか、構えた感じは。構えた感じはそうですね、結構グースがしっかり効いてて、シャフトで半分分ぐらいのグースがあるので、結構グースは強めかなと思います。なるほど。なので見た目にこうボール捕まりやすそうなのと、まっすぐこうスクエアに構えやすそうな、優しいイメージは出ますね。うん、ナイスショーじゃないですか。はい、結構いい感じで振れました。おパッと振った感じ、普通に打ちやすいです、はいはい、いい球ですね。はい、今打感も弾く感じはあるんですけど、はいはい、あんまり硬い感じはなくて、柔らかいけどこう弾いてるっていうような、なんか絶妙ないい打感ですね。やっぱりこのカーボンのプレートが効いてるんですかね。そうですね、今回のこのブリヂストンの245アイアンの腕では、はい、フェースのこの裏面にね、カーボンを複合させた新構造っていうので、はい、カーボンコアコンポジットっていう構造で、まあ、かなりそこをね、軽いカーボン構造にできたんで、はい、まあ、肉薄にできますし、あ、フェースの金属の板厚は薄くなってるってことですね。そうですね、はい、あとこの今回フェースの素材が、はい、新素材を使ってまして、はい、高強度の HS メタル X37 っていうものを使用していて、でフェース面の肉厚が 1.85 ミリまで肉薄化してる。お、それで反発力が上がる。そうですね、っていう構造なんですね。で初速もこう出て、まあ、キャリーも今出てますよね。はい、いや170近くね、キャリー出てますんで、いきなり飛んでますね。出てますよね、はい、でも打感がやっぱりそのカーボンプレートのせいか、はい、硬い感じ、弾く感じっていうのがそこまで強いわけじゃなかったですね。あとそのやっぱり、はい、下のフェース下部の方にも、はい、衝撃吸収のラバーをこの中に入れてあるんで、はい、それも効いてるんだと思いますね。なるほどです、はい、ナイスショーじゃないですか。はい、ちょい右出ましたけど、うん、当たってる感じはすごい良かったです。高さもそこそこですかね、はい、高さどうですか。 14.9 度、まあまあだと思います。まあこのロフトだと、はい、すごい激低ではないですけどね。そうですよね、はい、さっきの参考にした30度のアイアンで、はいはい、16、7度ぐらいが多いかなって感じなので、なるほど、なるほど、まあ、それなりにこう球の打ち出し角出てるかなと思います。バックフェースの下部のところをちょっと見ていただきたいんですけど、はい、タングステンのプレートが、はい、これですね、はいはい、をネリで押さえた形、はい、これ一応サスペンションコア、はい、ブリヂストンさんでね、ウッドドライバーの方で言ってます。ちょっと作り方はそっちとは違うんですけども、はい、30g 超、はい、そこにウエイト
かなり高比重の単位ステンってことですね。そう、そこのプレートがかなり、はい、あるので球も上がりやすくなってるかなって、はいはい、これもちょい右出ましたけど、うん、当たり的にはいい、当たり的にはいいですよね。はいはい、はい、180いってますね180いきましたね。いってますね。おー、トータルで曲がりもそんなにない感じですよね。そうですね、はい、もしかしたらですけど、はい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 、ルースがあるのがちょっと僕でも左怖がって逃がしちゃったのかもしれないですけど、はい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 、でも全然捕まりすぎる感じじゃないので慣れれば問題ないのかなという気もします。はい、フェースの裏側にも工夫があって、はい、トゥー側とヒール側にリンプルフェースというのが見えないですけど、はいはい、搭載されてて、はいはい、それが結構オフセンターヒットした時に、はい、結構曲がりに強いんじゃないかなっていうふうに、はい、見えないところにも性能が隠れてるわけですね。そうですね、はいはい、次はですね、はい、ヨネックス2024年の E-Zone GT、はい、こちらを打っていただきます、はい、で7番アイアン、これヨネックスさん純正ですね。こちらのカーボンシャフトのレギュラーシャフトなんですけど、7番アイアンのロフトが25度です。すごい立ってますね。さっきよりも2度立ってますね。さらに、はい、で長さも、はい、先ほどのブリヂストンも半インチなので38インチ、さらに飛びそうな感じなんですけど、スペックだけ聞くと、はいはい、そうですね、クースがさっきのブリヂストンより少し少なめになってて、適度なトップブレードの厚みと、あとそんなにこう長すぎないフェース調っていうんですかね、はいはい、それで飛び系のアイアンとは思えないような普通のアイアンみたいな形で、確かに僕もさっき構えたんですけど、はい、顔はいいなと思いますね。そうですよね、はい、形いいなと思いました、はい、マジショー。あー、これはまたブリヂストンと違った打感ですね。はい、結構パシって、いやもう音聞いててもこうなんかこうパチンって感じですね。そうですね、音も全然違いますね。弾いてる感がしますね、はい、弾いてる感がすごいです。手に伝わる感触も弾いてるって感じの打感がすごい伝わってきますね。186ヤード言ってますから、やっぱ飛んでますね。若干打ち出しがちょっと下がったのかな、はい、どうかなっていう感じぐらいですけど、あ、やっぱりロフトの分ですかね、はい、ですかね、はい、これはないっしょ、いい感じでした、うん、はい、そうですね。一応今回ヨネックスさんの売りはやはりカーボン、はい、カーボン、はい、バックフェース部分にカーボンパーツで補強しているということで、フェース部をやはり肉薄化して反発性能をこう上げているよってので、やっぱり距離はこうより出るアイアンかなと思いますね。そうですね、反発の良さはとにかく感じます、ね、感じますよね、はい、もうソールもあの V カットソールみたいな感じになってて、あ、そうですね、多分マットだとちょっと感じにくいのかもしれないですけど、実際のコースで芝で打ったらやっぱりソール幅が広い分、はい、そういうちゃんと工夫を一工夫重ねて抜け感が、はい、良くなるんでしょうね、はいはい、もうないっしょ、これは強一来ましたね。これも今手応えすごい良かったです、はい、いやいいですね、はい、ですいません、あのちょっと言い忘れました、はい、素材、はい、これマレージングです。マレージング、はい、はい、で、L 型のカップフェースを、はい、採用しているということで、はい、まあ、やっぱりマレージングとの組み合わせなので、はい、反発が上がりやすい、まあ、そうですね、距離はやっぱりしっかり出るなという感じですね。はい、はい、じゃあ最後にスーパーエッグ2024年モデル、はい、こちらは高反発ですね。高反発です、ね、高反発アイアンでございます。アイアンでも高反発、はい、同じく7番アイアン、はいはい、でシャフトはこちら純正のスーパーエッグ専用のカーボンシャフトですね、はい、M37 なので R シャフト相当で、はいはい、打っていただきます、ロフトは7番アイアンで26度、長さは今回 38.25 になりますので、あ、一番長いです。3周一番長いです。そうですね、はい、ヨネックスさんよりか 0.25 長くなりまして、はい、であとは高反発なので、うん、まあ一番飛ぶんじゃないかなっていう。確かにそう言われるとそんな感じですね、はいはい、形もねかなり大きめの、ね、ユーティリティみたいですね。じゃあちょっとこちらを、はいはい、打っていただきたいと思います、はいはい、構えた感じが今までの2つと全然違いますね、はい、もうアイアンっぽくないっていう感じですか。そうですね、もうイメージ本当にユーティリティみたいな感じで、はいはい、ブースっていうよりはちょっとむしろフェースが出っ歯みたいな感じで、出っ歯っぽい感じで、あ、はい、なるほど、後ろの部分も全部見えてる、見えますよね、はいはい、アイアン苦手な方でウッドが得意な人とかはすごく構えやすそうなイメージだと思います。見た目の優しさっていうのはより感じやすい、はい、そうですね、安心感はあるのかもしれないですね、はいはい、おー、相性高い、すごいですね、本当にアイアン打ってる感じじゃないですねそうですね、はい、やっぱり
飛びの高反発っていうのが、まあ今回ですけど、あの素材入りが、あのマレージングボディとマレージングフェイスの、その中空になってますので、高反発、先ほどの0.83、COR 0.83 オーバーってありますので、まあまあ飛ばないわけはないという感じですけど、そうですね、もう飛ばない理由がない感じですよね。はい、先っぽっぽいですけど、全然でも今日ほぼほぼ今日一の距離出てますね、はい、手に伝わる感触も、はいはい、あのすごい芯外しちゃったっていうよりはそれなりに当たったぐらいの感覚だったんで、なるほど、芯も大きいのかなって感じました。ナイスショー、すごいですね。アイアンの弾道じゃないみたいです。確かにユーティリティの弾道ですね。ユーティリティっぽいですね、はい。これでもまだ完全に芯じゃないっていう、ま、クリー、あのロフトの立った上の板って567は遠側の高さをちょっと抑えて、はい、あのユーティリティみたいなやっぱり形状を見せて、より優しく打てるようなイメージを、ここの部分ですね、ですね、はいはい、でちょっと遠も少し丸くこう削ったような感じですね、はいはい、なるほど。うん、一緒です、いい感じです、ね、はい、一応、はい、そのソールも形が結構特徴があるんで、まあ、2段になったような、あ、はい、確かにここが2段なんですね、そうですね、はい、めちゃくちゃ飛んでいいんですけど、そのね、はい、あの芝からの受けどうなのって方向けにやはりそこでね、はい、設置面積も減らしている工夫があるので、はい、飛びだけじゃないぞっていうところもねあるかなと思うんで、綺麗にこう滑ってくれそうな感じがしますね。そうですね、はい、上からこうガツンっていうよりはこう綺麗に滑ってあのショットを助けてくれるっていうような感覚でそうですね。結構その、はい、僕なんか高反発だとなんか上がらないイメージあったんですけど、ちゃんと上がってますね、はい、高さもね。そうですよね。でスピンもそれなりにちゃんとしっかり入ってる感じがあるん で、ちゃんと止まってくれそうな、ね、そうね、感じするんでいいですね、はいはい、いい感じでした。はい、はいはい、ではね、はい、3球打っていただきましたけど、早速結果発表させていただきたいと思います、はい、まずブリヂストン245MAX ですね、はい、はい、飛距離が 181.0 ヤード、キャリーが 168.2 ヤード、で打ち出しが 15.0 度、ヘッドスピードが 38.3、 ボールスピード 52.5、 でバックスピンが5066力入ってますね。でサイドスピンはスライスの21回転なので、まあ、ほとんどストレート、高さも普通に出てて、そうですね、単純に出てるっていう、はい、いい感じでした。そうですね、はい、もうちょっと僕のイメージは低く出るかなと思ったんですけど、そうですね、はい、高さも出てて距離が出るのはいいかなと思います、ね、はい、そうですね、はいはい、では次のヨネックスの24年モデルのイーゾン GT、はい、距離は 186.1、 さらに伸びましたね、はいはい、キャリーが 172.4、打ち出し角は 14.1 度、でヘッドスピード上がりました 40.2、 これは長さです、ね、長さの分ですかね、半、はい、一伸びましたから、はい、初速ボールスピード 53.3、 バックスピンが 4871、サイドスピンが、ドロー回転83、まあ、もうほぼこれもストレート回転で軽くドローですけど、そうですね、まあ、打ち出しはちょっと下がりましたけどスピンは4800入ってるので、そうですね、ブリヂストン打った後にヨネックス振って形は結構普通のアイアンっぽい感じです。そうですね、そうですね、弾き感と距離に驚きましたね。ね、そう、弾く感じの音がね、はい、しましたね。でもそうするとブリヂストンって結構いい音したんだなという感じですね。確かにちょっと締まった音がしたなって感じがしますよね、はいはい、そうですね、はい、では最後にプロギアのスーパーイク発表したいと思います、はい、191.0 ヤード、190来ました、すごい、はい、キャリーが 177.5、 打ち出しが16度出ました、はい、高さも出てますね、高さも出ましたね、はいはい、ヘッドスピード41、まあ、ここも上がってます、うん、でボールスピードは 54.2、 バックスピンが4753の、はい、サイドスピンはドロー回転の288ってことで、あ、そこでも捕まって、はい、捕まりやすい感じなんですね、はい、捕まったけど上がるって結構素晴らしいですね。そうですね、もう形ももうアイアンなのかどうなのかっていうぐらいの、そうですね、はい、ユーティリティーてるような感覚ですね、はいはいはい、ですので今回はぶっ飛び、はい、度合いは一番、まあ、スーパーイクが飛んだという、スーパーイクが一番飛びました、うん、まあまあもちろん長さもあって高反発でっていうのは、はい、まああのね、皆さんあのおっしゃりたいことは分かるんですけど、はい、まあ、やっぱりね、あのもう競技出てなくて関係ないよって、はい、どうしてももう距離アイアンで欲しいって人は高さもちゃんと出るんで、うんうん、
スーパーエッグ使っていただいてもいいなと思いますね、はい、そうですね。ちょっと先っぽに当たったかなっていうところでも、そうでしたね、距離は行ってたんで、全然行ってましたね。芯も大きいんだろうなっていう、そうですよね、はい、感覚がありました、はい、やっぱり構えて安心感もあるんで、はい、そのあたりも求める方はいいと思いますし、そうですね、はい、多分全体的に他の番手も同じような感じだと思いますので、そうですね、はい、あと、まあ、個人的にはブリヂストンが見た目かっこよかったんで、はい、長さとロフトを考えたら十分、はい、そうですね、飛んでると思います、ね、高さも出てて、はい、打感もいいし、距離も出てて、打感もいいですしね、はい、ぜひこの、3種類シダクラブの方はね、はい、ぜひ用意ご用意がありますので、はい、アイアンでも飛ばしたいっていう方は、ね、そうですね、ぜひちょっと、ねはい、打ってみていただきたいかなと、かなり試す価値ありの、そうですそうですね、はい、アイアンだと思います。はい、はい、日ゴルフチャンネルでは、こういった検証動画、どんどん上げていきますので、ぜひチャンネル登録と、高評価、それとコメントの方もどんどんお願いいたします。では次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。